世界にただ一つ、特別な中空間をあなたに。テンピオはコンクリート建築ならではの存在感のあるデザインと、災害に強い鉄筋コンクリート住宅で安心感のある暮らしを提供。コンクリート建築の保温性を最大化した仕様で温度を快適にコントロールします。あなただけの至高の中空間を演出、テンピオ。排水が全部凍ってます。韓国のゲートです。電気配線が地中から入ってるっていう話で、地中からこういうふうに上がってって、こういうふうにあって建物の中に入ってってるんですよね。で、見たら電線みたいのが裏の方にはあるけど、まあ、こっち側の通り沿いにはなくて、そういうふうな計画っていうのはされてますね。だから地中から入ってって上がって建物に入ってってます。路地裏こういう感じですね。電池ありますね、一応。たるきの先に塗装するの日本と同じですね。で、漆喰みたいの埋め込むのもまあ同じって同じですね。やっぱ瓦で、まあ、昔日本もこういう風にあの土みたいの、土なのかな間に詰めてやったりはしてたんで、似たような感じですね。オンドルの煙突ありました。この石の間にこういう風な石膏を埋めていくような、そういうデザインが結構ありますね。多分オンドルの排熱ですね。ここオンドルの排熱からこの水が垂れてて下凍ってます。面白いね変な鳥発見しました。おいにゃんこ、おわ逃げた。いやね、こんな感じです。ボロボロだね。中庭みたいになってる家ありますね。韓国の古民家ですね。この煙突みたいのになってて、いわゆるその韓国でオンドルっていう床暖房を昔その火をくべてやってたんですけど、そういう風なものなんですよね。で、このちょっと正しいかわかんないんですけど、位置関係的にこのかまどのところでこのかまどを焚いて、その排熱を床下こう通ってきてさっきの煙突に出したりとか、まあ、してたのかなっていう、まあ、そういう感じですね。で、こっち側もこういうふうにかまどがあって、でここで、薪をくべて温めて、でその外部側にこういうふうに穴が開いてるんで、まあ、そっちの方から煙を出すっていう、まあ、そういうふうな状態になってますね。これオンドルっていうその床下を温めるためになってるんですけど、まあ、もう一つ多分そのいぶして虫を殺すっていう、そういう役目もあったのかなと思うんですよね。韓国はそのシロアリがいないんで、まあ、日本とそこにおいて作り方若干違ってくるわけなんですけど、まあ、同じようにこういう木の柱が見えて乾燥させるっていう意味では同じような作り方をしてるわけなんですよね。やっぱ木材をその露出させて乾燥させるって建物の耐久性を維持するのに非常に重要なことなんで、まあ、その一方をこういうふうにいぶした煙をこの床下を這わすっていうのは、もう建物の耐久性を上げるのに非常に重要な行為だったと思うんですよね。日本でもその白川郷とかで、いぶした煙を建物内を回すことで、縄を締め固めたり、建物の耐久性を上げた作り方っていうのがあって、まあそういうふうな話ってあると思うんですよ。ここからも多分煙が出ると思うんですけど、煙出しながら、雨が入らないようにしながら煙を出したっていう、そういう感じですかね。南側の屋根が低くて日差しがこういう中まで差し込むようになってますね。こういう感じで。
日差しやっぱ寒いから、この南側の日差しを多分建物の奥まで入れ込むようにその考えられてて、ここの場所がどういうふうな使い方をしているかっていうのはちょっと分かんないんですけど、日差しが入るためのスペースになってますね。ここの昔の部屋の中です。鬼瓦ちょっと変わった感じのやつですね。こことか順番になんかなってます、ね。日時計が設置されてあって、ちょうどこの構成が南北になってるみたいなんですよね、建物の。だ、南とか北とかそういう風なものに重きを置いてるというか、ちょうど南にこういう風に順番になってるっていう、そういう感じになってますね。大丈夫です。はい、お部屋紹介したいと思います。まあこういう風な感じで、まあ普通に洗面器、ちょうだいこういう風にあってシャワーとこの、あの風呂のところは別になってますね。よくあるやつで、床がタイルになってて排水がついてます。これ鏡、こういう風な感じでこういう風になってて、まあ、汚いんですけど、まあ、こういう、まあ、定番の感じなんですけど、あの韓国すごい寒くて、今夜とかマイナス8度ぐらいなんですけど、ここの部屋はそんな寒くないですよね。外側とこれ内窓がついてて、でここを開けるとここはめちゃめちゃ寒いんですけど、ここは冷えてるんですよね。でもペアガラスになってて、内窓がホテルだけどついてるっていう。ここからさ、冷たい風出てきてる、うん、出てここから入ってきてる、これ隙間からこの冷たい風っていうのが入ってきてますね。でもカーテンとか閉めればさほどじゃないっていう、まあ、そういう感じになってますね。でこういうふうにベッドがあって、天井はこういう2段がついてるって、まあ、こういう感じで、寒いんですけど全然ここの中は快適なんですよね。エアコンだけなんですけど、あの韓国はホテルによってはオンドルっていう床も床暖房になってるようなあのホテルってあるみたいなんですけど、なってないけど全然快適ですね。十分かなっていう、まあ、そういう感じがしたんですけどね。まあ、そういう感じで紹介します。でこれ見てたら、このビルの屋上から煙みたいなの立ってて、あれが何かそういう燃料を燃やしてるやつなのかなって見ながら、あんまり今出てないですけど、朝は結構出てましたけどね。まあそういう感じになってます。ここの窓のところのこの換気のやつ開け閉めてきました。ここから風入ってきますね。音も入ってくるなっていう。ここ閉めてこういう感じですね。なぜか蛇口が常に短いですね、韓国のは。ぶつかっちゃうっていうか。このたるきがこういうふうに集まってきて天井になってます。タワー着きました。韓国通りが、あの細いところが結構ありますね。そうです。水が流れてて、ここ凍ってますね。結構あの細い通路が多くて、こういう感じで。結構見てるんですけど、RC の建物多いですね。これも RC ですね。どういうわけか、この植栽の周り、こういう風なあの笹で、囲ってありますね。どうやってこういう風な建物を建ててるかわからない。搬入経路がないんですよね。